今回メレずっとやられっぱなしなんですね。もともと今回メレは戦う理由がないから、そうそうそう、で操られてるからっていうことはあるにしても、やられました、倒れてるウメインのためにって言って、もここで心折れすぎてるのは嫌だから、そうそうです、ね、ちょっと戦う素振りは見せたいんです、はい、で1年間、うん、それぞれ作ってきたキャラクターがあって、はいはい、なんか自分なりにちょっと大切にしてたりなんかしちゃったりして、はいはい、ですのでこのセリフはちょっとヘッチの方がもしかしたらいいかもしれないですがどうですかみたいなことはね、はい、そうそうです、そうです、うん、そう、基本でも僕も皆さんに聞きましたもんね、はい、なんかこうやりたいことがあったりとか変えたいことがあったら全言ってくださいっていう話で、うんうんうん、本当に監督はそういうところは本当に自由にやらせていただける人なので助かりましたよ、ね、そうそうそう、アクションのね練習してる時に坂本監督がこうやって歩いてる時にあやめちゃんが後ろからバンって後頭部バンって違うんですよ監督が頭蹴ったしてる、本当に違うんですよ皆さん、あのね、やっぱ監督、監督とのおはようございますはもう盾みたいな何その文化感じなんですけど、その文化そう感じなんですけども、やっぱり本当にね実際にやられる方なので、リアクションを取ってくれるんですよ、はい、で私がこうやって足を上げた時にこうやってやってくれたのがちょっと行き過ぎちゃってガンって当たったんですね、そういうことなの、ね、でエスケープの足のこの丸いところ結構硬いんでそれがガンって当たってやばみたいな、しばらくこうしてらっしゃる、しっかり入ってましたよね、はい、でもオールアップの日でよかったなと思って、そういう問題じゃなくて何そこに執着したの、初日だったらちょっと気まずいじゃないですか、あ、最初からいたの？いた、いた、あ、いたの？マジで？だって結果いいやつだもん、なんかずるい、マジで最初からいたの？最初からいた、あらやだ、オープニングも出てるし、本当、7、8番からとかじゃないの？じゃあ、じゃあ、1番目から、あら、いいな、私、7番目ぐらいでも、お当番会だから、俺9か8ぐらい、私22話ですよ、あらやだ遅いね、結構遅めです、結構甥っ子、姪っ子の幼稚園にお送り迎えに行ったりとかしてる時に、うん、当時エスケープやってた時に、うん、迎えに行ったら、エスケープだって言ってめっちゃ撃たれまくりました、そうだよそうだよね、はい、やっぱ警戒するよね、なんで撃ってこう倒れるじゃないですか、うん、そしたらわーってなるからもうそろそろいいかなと思って起き上がるとまた撃たれて、もうなんかもういつまで経っても撃たれる、健康な社会だね私は一昨日ぐらいまでブラジルに行ってきたんですけども、アニメフレンズというイベントに出席していて、そこでエスケープの格好した人も来てたりとかして、コスプレイヤーの方で本当にこう世界中に愛されてる特撮なので、ブラジルの方もこのバーサス、バーサス、VS、バーサス、VS を見たいって言ってたんですけど、まだ見れないので皆さん本当に幸せ者だと思います。